なんかさ、最近来すぎじゃない？言っちゃってくださいよ。さっき検証、調査した結果、僕らどれぐらい来てるんですか？お若のうちで多分4回ぐらいです。さあ、ゆいさん到着しました。こちらです、今日は。ででん、読んでください。レイサイドステーション日本語読みやんけ。なんか意外とあっさりしてるね。あんまりディズニー感のない普通の駅と言っても過言ではない感じですね。まあ、この駅はね、ホテルがあるだけの駅なので、パークに行く人は普通は来ないんですけど、ホテルがある駅に降りたということで、本日は、お泊まりディズニーでーす。パチ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 。暑いからじゃないか。ということで、今日はですね、初めてベイサイドステーションにあるオフィシャルホテルに行ってみたいと思います。このベイサイドステーションのホテルは初めてなので、どんなものが待ってるのか、ちょっと楽しみにしつつ行ってみたいと思います。一回荷物をホテルに置いて、市行くんだっけ？ああ。はい。で、なんかさっき上からちょっと見てたんですけど、距離が結構ね、あるよ。歩かなきゃいけないみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。このベイサイドステーションのホテルは初めてなので、さあ、見えてまいりましたよ、ゆいさん。どうですか？おい、ね、ちょっと喋る。ちょっと喋ないでじゃないよ。人の動画俺が先にカメラ回し始めたんだよね。こういうことが僕らの間ではよくあります。じゃじゃーん。ねえ、本当に静かにしてやめてよ。なんで一緒にいるんだからしょうがないじゃん。じゃじゃーん。上がった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 から上がったから。まん丸だね。なんかちょっと暗くなってきていい感じなんじゃね。ブルルルなんかテレビ番組みたいだね。それでは、行きまーす。3、2。放送事故だよね。さあ、ようやく到着いたしました。こちらでございまーす。じゃじゃーん。東京ベイ舞浜ホテルというところに今日はね、二人で泊まっていきたいと思いまーす。さあ、チェックインを済ませて到着しました。じゃあ、ゆいさん、鍵をどうぞ。でーん、でんて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 ん。なんだっけこの曲。なんだっけこの曲。すごい？ちょっとまだこっから見えてないから、ジャックオーランタンだけちょっと見えてるけど、それは持ってこんでいいよ別に。ちょっとその部屋の感じ、顔で表してくれる。ほんとかよ。ほんとかよ。じゃじゃーん。ハロウィン仕様のお部屋ですって言われたからさ。まあ、ハロウィン仕様だね。壁の絵と、あとベッドのシートのデザインですかね、がハロウィンになってるという、まあ、まだ9月の頭なんですけど、部屋にはジャック・オー・ランタン、鏡もちょっとお化けがこう覗いてたりとか、ホテルでお化けってなんかちょっと意味深で怖いんですけど、トイレット No 洗面台、いや全然良くない？え、全然良くない？そして反対側がトイレですね、多分。なんかミラコスターと同じ作りじゃないこれ。すごいじゃん、すごいじゃん、綺麗じゃん、良くない？あ、眺めもね、結構いいよ。海が見えて。まあ、東京湾ですけど。反射してね、ほぼほぼ映んないんで、これ明日の朝ですかね。はい、ということで、ホテル到着しました。で、今回こちらのホテル、おいくらでしょうか？わかんないの。なんで二人で相談して決めたじゃん。8500円でーす。まあまあ、夕食はないんですけど、朝食がついてるのと、あとこの、ホテルにね、スパがあるらしいので、大浴場的な、さすがに水着着用じゃないと思うんですけど、なんかスパがあってそこに入浴できる入浴券みたいなやつもらったので、ランドとかシー行って疲れて帰ってきたらホテルのスパでゆっくり足を伸ばしてお風呂に浸かれるという、なんという最高の贅沢なのでしょうか。ちょっとしたら行こうか。ちょっと休憩して、でその後ちょっとね、別の用事が舞浜であるんで、それは別の動画になるんですけど、はい、そっちを撮影してここにまた戻ってきて夜を楽しみたいと思います。リゾートラインのフリーパスを購入しました、今回。舞浜駅からベイサイドステーションまでまず1回乗って、ベイサイドステーションから東京ディズニーシーステーションまで2回目に乗って、で、その後、舞浜駅まで3回目乗って、で、4回目にここにまた戻ってくるので、4回乗るんですよ、今日だけで。だから、1回250円だと1000円いっちゃうんですけど、このフリーパスだと600円で1日乗り放題できるので、今回はこれを購入して、リゾートラインに乗りたいと思います。で、これミラコスタとかランドホテルとかだとね、置いてあるんだよね、部屋にね。直営のホテルじゃない限りは、これを買った方がお得かもしれない。でも、ホテルからバスとかも出てると思うから、なんか微妙なとこではある。じゃーん。中だね、あのまん丸の中がこれだもんね。ね、すごい。すげえした。食べ
めっちゃオシャ。到着しました。もう真っ暗だけどね。てか雷がやばい。今日雨降ってないけどなんか降りそうだよね。上の方ですげえ雷がさっきから光ってるけど、撮影してる時に一回も光ってくれない。暑いね。暑いねー。9月入っても暑いっすね。やっぱりで9月入ってからあれが多いね。やっぱり仮想ディズニーを楽しんでる人がめちゃくちゃ多いです。今おおめっちゃ取れた。はい、ということで時間もないのでタピオカをドリンクをちゃちゃっと買いました。これ何ドリンクだったっけ？食レポお願いしてもいいですか？チュルリン。お、紅茶だね、めっちゃ。お、紅茶。なるほど、紅茶という情報が一つ加わりました。タピオカは甘め。はい、タピオカは甘め。何の味がするかは分かりません。それ黒糖系なの？それともシロップ系なの？フルーティーなの？前入ってたゼリーみたいな。なんで美味しくなさそうに飲むの？おうおう、紅茶正解で、タピオカの感じもガムシロップなんで正解。そしてもちろんこんにゃくではなく本物。これもアイスティーのタピオカドリンクだ。去年も同じだった。はははい、ということで夜ご飯でーす。別の動画を撮って帰ってきてこれから食べたいと思います。スパにも入ってきました。バーイ。ってことでこれを食べて磨きして、はい、明日の朝ごはんですね。次はねソルトシーンまで行きたいと思いますので、うん、今日はこれで寝たいと思います。いただきやすマンド。あ、いただきやすマンド。はい、おはようございまーすって言ってももう11時半なんですけれども、チェックアウトがね12時ということで、ちょっと僕はのんびりしてお部屋を出ることにしたんですけれども、ゆいさんはですね、はい、こちら今日はなんか友達と11時にランドに行く約束をしてたみたいなので、ゆいさんは僕がもう睡魔に襲われて死にそうな中一人で旅立って行きました。朝食こんな感じです。じゃじゃーん。結構ねすごかったですよ。品数も多くてで、ご飯地でもすごく味が美味しくて、もう朝からめちゃくちゃ食べちゃったんですけれども、おかげさまでもうお昼ご飯食べれないぐらい今まだ腹パンパンです。で、景色もね、見えるようになったのでお見せしましょう。じゃーん、結構ね、海が見える。あーまあでも今日はちょっとガスってますかね。天気はいいんですけれども、ガスっちゃってるので、晴れてはいるけどね、遠くまではちょっと見づらいって感じかな。で、こっち側はホテルですね。で、昨日バスの話をしてたと思うんですけど、バスがね、やっぱね、パークまで行くバスがないんだよね。ベイサイドステーションっていうディズニーリゾートラインの駅までの無料の送迎バスと、あと舞浜駅までの無料の送迎バスがついてるので、ランドに行く人はいいかもしれないんですけど、シーに行く人は結局ね、リゾートラインに乗らなきゃいけないので、フリー切符は買うのがおすすめです。東京ベイ舞浜ホテルっていうところに泊まったんですけれども、価格もリーズナブルでご飯も美味しくてお風呂も入れて部屋もかなりいい感じだったので、ぜひ皆さんも泊まってみてください。ということで僕は今から帰ってこの動画を編集したいと思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。